生駒武史、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香。人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。万枚戦隊フレンジャーズ、おはようございます。ダイトを愛しダイトに愛された女、フレンジャーズの平和は私が守る。ラブ&ピース、オレンジ担当ピラミッド。皆さんおはようございます。始まりました万枚戦隊フレンジャーズ、アンカーのピラミです。ちょっとねこれ外す。パリピでしょ。ちょっと前回が水色アンナだったんでパリピに合わせてパリピっぽくね、サングラスみんなで遊びに行った時に買ったんですよ。なので今日してきたんですけど、ちょっとホールにこれで入っちゃうと怪しいんでもう外します。万枚戦隊フレンジャーズですね。この企画は、必勝本フレンズという仲良し5人組がリレー形式で万枚を目指していこうというもうそのままの企画でございます。ということで本日も、毎度のことながら長野県箕輪町にありますインディーホクインターテンさんにて収録でございます。がですね、前回アンナがもうバーンとやってくれたおかげでサマイの方がまあ途中までマイナスだったんですけれども、今プラス3997枚。まあ本日が最終日なんで、まあ今日本当に生きるか死ぬかマイナスになるっていうことはまずないと思うんですけども、枚数に応じてご褒美があります。現状だと関東近郊に日帰り旅行っていうことになってまして、まあ、今日プラス1000枚以上出せればそれが、伊豆箱根旅行お泊まりです。お泊まり旅行のご褒美がもらえるということで、でももちろん万枚を目指したいんですけども、まあ現実的にいけば、まあ、今の枚数を減らさず、まあ、プラス1000枚以上の収支をキープしつつの伊豆箱根を決めたいなというのが私の本日の目標であります。本日抽選も終わってるんですけども、番号の方がまさかの1番でございました。素晴らしい。半年ぶりぐらいに1番を引いた。まあまあいらっしゃったんですけど、まあ、1番つまり何でもまあ狙い台が取れるってことで、まあ一応木の下見には来たんですけども、まあ、あの寝台アメリカン番長陛下神が1台だけ入ってますので、まあ、朝はそこに走ろうかなと思います。その後はちょっとホール状況の方を見ながらまた立ち回っていけたらなと思いますので、今日は1日頑張っていこうと思います。みんな私が伊豆と箱根を連れてくるよ。行ってきます。はい、お願いします。おはようございます。入ってすぐ一番なんで一台しかない陛下神が取れてしまいました。で、前日がちょっと下見に来たんですけど、まあまあ出てるんですよ。4000枚いかない、3000枚後半枚ぐらいかな。まあ今日どうなるか分かりませんけれども、こちらで最高のホットなパーティーの始まりさということで、フレンジャーズ頑張りたいと思います。あー、待ちに待った6号機、まあ、インディさんでも最初の6号機導入ってことなんで、この1台しか入ってないんですよ。一発目で弱点に行きました。で、まあ鏡の打ち方、A 型、まあ、大体赤7上段ぐらいの目安で狙うか、まあ、バーの方狙ってもらえばどちらでも役を取りこぼしたりとかないんで、まあ、今日は赤7狙いの方でやっていこうかな。分かりやすいんで。今までの番長シリーズと、まあ、違うところというか、まあ、ゲーム数やベル回数ではなくここにあるヘイカウンター、こちらを目安に、まあ、AT の抽選をしていくっていう感じになります。で、まずはこのヘイカウンターを貯めて特訓の方を目指す。で、特訓対決に勝利すれば見事 AT となるんで、まあ、低都市で当たればいいなというのが、まあ、とりあえず今の
正直な気持ちであります。で今ここをビリビリし始めたんで、まあ、バンチョ3みたく今がまあヘイのゾーンっていう感じですね。147とりあえずまあ対決いきます。レディーコメント、始めるよ。これにバイトするとちょっとここでペル引いても意味ないんです。で、まあ、とりあえずこれは負けますと。でこっからおそらく特化の煽りが発生する。割れましたね。特訓スタートです。で特訓突入時点で、まあ、30% ぐらいの期待度はあるんで一発で当たることを思ってるね。対決結界も1個、あんまり期待は持てないかな。大相撲、まあ、弱対決なんでこれは当たらんかな。1回目の対決が終わりました。あだなたつね。ここの変化差あるんですけど、ここ見えるかな、ここに数字の下にこういう2って書いてあるんですよ。で今2周目ですよってことなんですけど、ま、特訓外れ特訓外れで5周目以降は、ま、期待度が 30% から 50% ぐらいに上がるんで、ま、チャンスといった感じですね。ま、その前にもちろん当たるのが理想です。500超えた。で500兵超えると、まあ、ジェットボーナスの青7選択率が優遇されるんで、まあ、ちょっとチャンスです。ゲーム数的にはね、まだ100ゲームなんですよ。ラグビー中対決だ。基本的に1回目の対決ってはあった。この後の特訓、ベッド直特訓、ね、まあ、今回番長3とかに比べたら直特訓行きやすいんで、もうまで次でなんとか探してほしいですね。次回予告とか見ちゃったりして、あ、キャサリン、これは期待しちゃっていいんじゃないですか。次回予告ない。まだ。よし。調理か、ちょっと嫌な予感するな。チャンスアップはある。こっちは2回目の足。3。ああちょっと怪しいな。当たってもおかしくないけど外れてもおかしくない。勝った。どうしよう。3点。はやった。でここで出てくるのはジェットボーナスは直当たりの消しなんですけど、まあジェットボーナスですね。ここはまあ一番右まで行けば青7確定なんですけど、今回、ま、あ、ちょ、目指しちゃった。まあ500以上の兵数で当たったんで、あ、早かった。青がいいっすね。いけますよ。本日一発目の当たりが123ゲームで青ジェットボーナスです。で、まあ、ジェットボーナスは20ゲーム固定のゲームになります。で消化後は、ドライブゾーンっていう、まあ、チャンス的な発生かな、まあ、剣士を抽選するステージに行くんですけれども、このジェットボーナス中に何を抽選しているかっていうと、まあ、これですね。ステージ、ドライブゾーンのステージを抽選してます。今ここに射程、まあ、ブラザーですね、ブラザーがいるんですけど、まあ、いいキャラになってけばなってこと次のステージが優遇されていくっていう。そうですね。で今ベリーちゃんが追加。前半は結構ベルとかそういう子役でも元が上がっていくんですけど、後半に行くについてやっぱ上がりにくくなるんで、よーそうそう、まあ、前半ベルとかでステージ上げて
ステージを刺すっていうのが一番いいやり方。ラスト、まあ番竜門以上は勝って魔王だったから、もうね本郷パークまで行きたかったから番竜ゲートなんです今回は。で、まあ、32ゲーム間、これ強力としてはもう強制的に当選するんで、ここではドライブさん中に強力を引く、それがカナミの出し方。ちょっとこれ危ないんじゃないの。煽りが一向に来ない。一応ドライブダウン中もナイブ的なモードがあるんですけど、ちょっと強かった。でここでチャンス、まあ大体4ゲーム以上続けば、まあ、当たるんですけど、まあ、大体4ゲームで終わるんだよな。チャンスチャンス、あーチャンスアップがないからこれは当たんないやつだな。あ3ゲームもう1ゲーム、おっ、言った通り。続いた。でこれで今日一発目の決勝のチャンス AT が獲得です。ね、まあ一応ここも3つから選べるんですけど、もちろん鏡さんでいきたいと思います。KC ですね、天井5枚の AT となっております。まあ基本的にベル回数なんですけど、まあ最初ここに5個ベルがあるんですけど、最低でも10個は保証されてるんで、でこの次の5回目のナビでプラス5以上、まあ5ですね。一応ここも告知タイミングによって残り何ベル以上とかそういう法則迫ったりするんですけど、まあこれがデフォルト、だいたい5回目のベルでプラス5の告知が出る。ここでいかに大きいベル数を引くかが出玉増加の鍵なんですけど、あ終わりかな。最初の検診は、まあ、10個で終わり147枚ですね。でいただき抽選、いただき対決抽選中、ここのメーターも参照にしつつ、次のステージをこのバブルーレットで決めていくんですけど、まあほぼほぼ今後パック今後ですね。でもちろん今回のステージの方が万竜門よりかは KC の期待度が一つ高いステージになってます。さっきの KC なんですけど、まあ最大100ベルまであるんですね。で50ベル100ベルの選択肢が全体のトータル、まあ、10% ぐらいの、いかにそこを持ってこれるかって言って一気に増えるんで、なるべくその最低の10ベル以外を引くこと、あとはもちろんいただき対決とかそういったところで発展すればかなりチャンスなんで、フリーズします。第3ですショートフリーズ、チャンス、ありがとうございます。早かった。これでもう投資分は回収したんで勝ったな。でこれがまあ大体5ベル目に告知されるんですけど、それより前、まあ、1から4回目のベルで、ああ来ないかな、上乗せ告知が出れば、15ナビ以上確定なんで嬉しいんですけど、まあ、とりあえずこれでポケットかな。でここにも示唆あるんですけど、まあ、半端な数44ベルとか上乗せであれば設定したとかあるので、そういうのが見れるのが本当は一番いい、なんでなるべく演出カットせずに見た方がいいですよ。はい、3日目頑張ればいいんだ、九州はこれで終わり。あ、ナビある、これ30いくんじゃないですか、いかない。いかなかった、271枚でバブルレット、こういう格好多い、増えろ。でここを参照してバブルが変化するんですけど、対決が1個、まあこれ多分今後やだろうな。はい、こういう格好いけよ。万竜門だし。あと3ゲームビッグレット、これ暑そうに見えるでしょ、そんなに暑くないんだ実は、暑かった。よかった、何も暑くないんですよあれ本当に。これ3日目なんで、ここのメーターがだいたい今白0から
からスタートするんですけど、これもう黄色スタートなんですね。なんでここで頑張れれば対決で持っていける。だから3日目で何を頑張るかっていうと、そのベルの振り分けに勝つっていうのも重要なんですけど、チャンス目だったり強チェリーを引いてベルの減算数を取っかけたりメーターを上げていくことが肝。せめて真ん中までをメーターを持っていきたかったんだけど、まあ終わったくさい。10回でしたねベル。黄色か、行かせなかったな。これは少ないもん振り分け。ここでプッシュボタンが出ればチャンスなんですけど、特に起きないんで、はい、パンリューモン。5日目、黄色メータースタート。5日目じゃない、6日目。ああ行かせないな。もう対決には今回も多分行かない。せめて5秒間に行って安心したいんですけどね。これは今後縁だろうな。引くね、ホットショット。これもうもらったんじゃないですか。当然の結果さ、ケシロちゃん。ドライブゾーン早いところで当てれば出玉減らないんで。まあ500枚突破。はい、ここへ。なかなか声かけに上がってくれないな。ちょっと熱いね。ラスト7ゲームから青に入ったから、3、4、いかんか、いかない。あ、続いてる。大体最終4ゲームから煽れが発生するんですけど、7から始まったから次ゲーム、これが最終ゲームだけ、まあ、ちょっと弱いけど必ず最終ゲーム演出は発生するんですけど、あ、これで終了です。あ、構成でしたこれで終了です。まあ、6日目までいけたら頑張ってないですか。492枚なんで、まあ、大体300枚ちょっとはプラスになりましたね。何引いた？2回目おい、当たったんじゃないですかこれですね、確定。珍しいパターン、鏡ガールズ。私の推しはちなみにこのミシェルちゃんです。2番目の子。この子はサラバンで一番第一停止でシャンパンポーンと開けてる子はい、Z バナス。あ、青だ青だってさそう、メーターが一番右まで行かなくても内部的に全然青だの可能性はあるんで。あ、いた、ギリギリセーフ。これじゃあサーブパターン、色ついてるの。デンデレデン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 。ご予告はですね、次回、まあ、ここにも書いてあるんですけど KC 確定です。まあ、天国みたいなもんですね。この合流格のどこがチャンスかっていうと、合流格中に丸役チャンス目だったり強敵だったりで当てると次も合流格いくんで、その当て方が理想。ジョーカー、まあ当たるんで OK。 これが一番弱い煽りなんですけど、まあ多分ここで告知されるかなと思ったら、レークのいい当て方です。
回も合格ですよっていうのがあるんで、ケイシーこれで2回目のゲット。いいよ、上手な当て方。はい、これさっき言ったとおりですね、最後の5回目のベルじゃなくて4回目のベルで告知なんで、15回以上までが告知されると感じです。めっちゃびっくりした。ラスト短いですね。で56枚、バブルレットだけど全部合格。これが何個いただきになるかで、まあ大体1個ですね、メーターそんな食べてないんで。結構よかった。次もケイシー確定なんで、いいよ。できればここもレーク引いときたいんだけど、ここで告知か。で、これで勝ったりじゃないんで、次は合格するかどうかわかんないって感じです。3日目だったからな、次レークだってたかった。めちゃくちゃメーター増えた。もう終わりだった。328枚。あ、これはバンレーモンですかね。はい、ここで終わらせたくない。頑張ります。頑張れ。じゃあ口、はい。さあさあ、よかった。もう1個目、ああ緑スタート。これはめちゃくちゃチャンスだから頑張ってほしい。お願いします。一番最悪なパターンが、そこのままメーター変わらず10回のペレで終わるってこと。一気に伸びろ伸びろ、あー伸びない。赤まで行けばワンチャンだから。チャンス目レーク、あー終わらないで終わらないで、夏、あー終わったー、臭い。あーこれしか増えなかった。せっかくここからスタートしたのに。あとはどれぐらい昇格してくれるか。プッシュボタン出ないんだよな。2個ではいかないよ、せめて。はい、747分、特訓。
たいか、とりあえず撤回2個以上か、キャサリンの注射とか起きてほしいんだけど弱いな。チャンスアップパターン特になし。バドミントンも中対決だけど、あーカモンランプ全動です。第二停止だったかな今。しゃー当たります。いい音。あ、しかもチャンス目だった。はい、本日3回目の、まあ、おそらくというかバジェットボードですね。93へ、しゃ青じゃないですか今回も。213ゲームっすね。あっ、えい、ゲット戻す。はい、え、ミスしてました。一番好きな曲、鏡さんのジャジャスゴージャスが YouTube にフル配信されましたので、ぜひライト公式チャンネルの方を見てください。あとフレンジャーズの動画も全部全5回ですね、あるんで見てください。やっぱね、前回のアンナがねもう神でした。おっと、おー、チャンス目なんでホールド確定。赤いくんじゃない、ほーら、赤は、5回以上ベルケンチャンスストップになります。1回、アンナの動画見ながら泣きそうになったもんね。アンナが必勝本ライターを卒業する最後の動画だったんで、フレンチャーズがそれであの引きを見せてくれる、やっぱり持ってるなって。あれ、これ今5回目じゃなかった、これ5回目か。あ、5回超えたんで、10回、ゲンサーストップ。チャンス目でほとんど30回は選ばれないと思うんで、ラッキー。これで終わりかな、次か。あれ、ホールドが消えない、数え間違えてる。待って、これ30回選ばれたんじゃん。10回超えたよね。ね、箱行きましょうか、箱一発目。よっしゃ、緑まで行った。もしこれがね、あの20回でベル終わっても、このホールド分の逆転率30回があるので、まあ、最低でも50回分ベルが取れて、赤まで行った。これ対決あるんじゃないですか、対決見せられるかもしれない。これあのホール
も、おっと多分ノーホールドをせましたね。上乗せ接触からさらにするんで、まあ、今青だったから、まあ、最低でも3回は乗せてますね。あ、ホールドしてますね。多分33回ベル消化したのかな。あ、これいってほしいよね。あ、白かマックス持ってけなかった。これで多分最終復活があれば、はい、まあここまで止めたら行くでしょう、行くでしょう。これ漏らしたら泣いちゃうな私。まあ、200で当たったので、こういう額は確定。こっからいただきたいやつが何個に振り分けされる ?3 個。で、ここでプッシュボタンが出れば、小さいのなら最弱のバブルが選ばれない、すなわち確定なんですけど、うわ、来たー。あー、いただきたいやつ出ましたー。はい、いただきバトルは、ドライブゾーンで掲示せずに、もう対決のこの広大字画面に移行します。じゃあ次の対決、一生は保存されてるんで、ここはとりあえず当たります。いいね、いただき対決しちゃいます。50%一応ループするっていう、そこのチャンスはもちろんなんですけど、何がいって、もちろんここでレークヒットもストックするっていうことと、32ゲーム消化しなくても、まあ、10ゲームぐらいでも対決発展してくれるんで、枚数のロスも少なく今日対決抑えることができます。ここで決まるかな、継続するかな。はい、さき勝利、 Thank you。 はい、で対決に勝った場合、このウィズサキ勝った対決相手が AT に出てきてくれるんですよ。かっこいい。これはちゃんとライバル5人分みんな違う曲アレンジするってめちゃくちゃいいですよ。かっこいい。セクとチャッピーが好き。チャッピーもなー見たいから次の対決も勝ちたい。さあ長く聞きたいから多いルールが選ばれてほしい。終わりで、このまま対決継続で次の課題に進みます。次からはもう継続するかどうかわからない。結構ね、2勝で終わるんですよ対決で。今のところで最高が9勝かな。9勝してエンディングは1回見たんで、10勝目だぞ。10勝までいったらもうエンディングいっちゃうか。誰が出てくるか、個人的にはチャッピーの曲がめちゃくちゃいいからチャッピーが見たいんですけど、なるか。ここ岩尾が出てきてもいいんですよ。岩尾だと勝利すると10ベル選ばれないんで。メコいいよ、強対決勝ったんじゃないですか。メンコのチャンスアップはないけど、ノーリメンコなら大丈夫っしょ、大丈夫っしょ。終わった。一緒です。515枚。こっからの復活あんのかな。ないですね。で、こういう格好いきます。なんでベンコ出した。いやー引けない、何も引けなかった。次3日目だったの今、対決が見れただけ。クースしたです、この大統領かなんかと握手してる画面は。はい、ということで500枚取って終わりました。もったいない特訓なし。いやー今多分プラス800枚ぐらいなんですよ。ちょっとまだ伊豆に届かない。2時間予告、メイ
確定です。まだ確定なんだよなーっていうところでさ、あクスシサガメ。お昼も過ぎて角をついてきたんで、ちょっとホール内をぐるっと周回りたいかなと思います。山頂3がね結構空いてるんですよ。34一応角の人がすごい今出てて200個積んだる。多分変更の朝80%とか引いたのかな。グラフ的になんかすごいグンって上がり方をしてるんで、ヘンリーさんいつも前ジャグが結構強いんですけど、レダマついてないけど、レグ走ってる台とかあって、で大特集クレア、クレアが朝一3台とも待ってたんですけど、今2台ちょっと空き台で、この一番左の台多分朝から同じ方やってるんですけど、連角ももう主分なし、ビッグ寄ってるんで結構出玉も3000枚ぐらいですって、一番上ありそうな雰囲気じゃないですか。合算ぶっちぎってるし、でもずっと同じ人ってるんで、でジャグラー合算97分の1、レグも走ってる。個人的に気になってるのがワイジャグ3の1066番台、これ昨日も出てたんですよ。で今日もいい感じに出てるんで、据え置きとかするのかな。結構変更してるイメージがあるんだけど、でまあ戻ってフォール1周して戻ってきたんですけど、今のとこまあこのファーミはまあ4定時ではないと思ってってるんですけど、4かなわーと思ってるんで、まあもしいい台があれば移動もまんま読み出すなら移動もありかなって思ったんですけど、ファンチュー3まあ稼働ついてない台にしてわかんないんですけど、もうちょっとファンチュー3は跳ねる可能性もあるけど、こういく可能性もあるんですよ。だから現状はまあこの鏡を打ってた方がいいのかなっていう。でクレアもきっとあの感じだと終日お客さん打ち切ると思うんで打てないしってなると、まあ、下手にいろんな台に手を出すよりは鏡でもうちょっと様子を見ようかなっていう感じです。これワンチャン矛盾しないかな。あ、しなかったジョーカー出てたんで、あー誰と思う。さあ何色で出る。青、もう一杯確定パターンじゃなくて普通に対決かな。青対決次回旅行大相撲か、弱対決いった。もしかして負ける。えい、鏡があるぞ、ありがとう。はい、直撃ですもしかしてと思った。256ゲームですね。ケイスローチャンス、本日1回目の直撃アトリになります。よかった。あーフィールソーグッド、おそらくチャンス目。なるほど、なるほど。めっちゃ3日目、メーターは黄色スタートです。
てるかな。後ろで踊ってくれるのにノレオは指さして笑ってるだけはい、ナビで終わりと。ここはもうチャンス目オア京テル。タッチしてね。ライバルの中で一番いい歌だと思うから、これが ここの歌詞がね、一番好きなの。せーの、せーの、アフロになさい。いい曲だわ。どこ来たわ、ちょっと。でしょ、さっきのトレード更新。よっしゃー、勝ち確。バンデベン。ここでもう一回引いてもストップするって引いても損はない。あ、誰が出るかもね。3勝目。いいよ。これで今3枚多分1500枚ぐらいあるかな。なんでノリをさっきチャッピーが引いたから、まあまだなのか。今お前はなかなか出てきてくれないけど、聞きたいなと思ったらまたチャッピーきた。あーやばい、これチャンス目引いて上書きするしか勝ち目はなさそうだけど、せんもう1ゲーム。頑張りました。お前よかったよかった。3発回避。最後の煽り。なんか引いたかな。ある、お願い、もう一回。まだチャンスある、あるよ。うわ、通常パターンだ。あとね、あー今日初めてのこれデフォルト画面ですね。鏡さん、ここが轟きだと4以上、4、5、6確定なんですけど、今日1回目のデフォルト画面です。6の2回目かな、木下くん。まあまあまあ、6の2ならまあいい。あ、当たるんちゃうかな。あー、2回目これは間違いなく当たるでしょう。対決。今日
今日初のマダラ。チャンスアップゼロだけどこれは大丈夫でしょう。は外れた、外れたで。あー怖い。270、2ゲーム、ジェットボーナスですね。チャンスアップがあるってことは400。よかった、更新した。よし、ヘランス多分取り返したぞ。終わりですかね。これがメグスーさ158枚。最後の望みが終わったんで、この辺で時間もそろそろなんで、私の実践はここで終了したいかなと思います。枚数は大丈夫、きっと足りてるから。詳しくはエンディングの方で実践終了します。お疲れ様でした。実践終了、お疲れ様でした。終わったということで、はい、兄さんでの収録終了したんですけれども、まず先ほどはちょっと見たんですけど、店内状況の方ですね。まあ、私が打ってた陛下神あれは、まあ、個人的には4かなと思ってたんですけど、まあ、こう設定間違いないかなっていう挙動でしたんで、まあ、時間だったりとかいろいろあればもうちょっと粘ってみたりとかもしたかったかなって思うんですけど、まあ、ちょっと減らすのが怖いので、とりあえず私はここで今日はやめました。他の店内に関してなんですけども、番長3がですね、まあ、内角と、まあ、外角が、まあ、出玉ついてたんですけども、まあ、スイッチ変更されてちょっとバンって伸びたのかなっていうグラフがありまして、まあ、その後ちょっとお客様ついてなかったので、他の台に関してはちょっと稼働わからないんですけれども、他はまあクレア1台ですね、ゴリゴリのバキバキのメキメキの台があったりとか、はい、あとはまあ番長 A の方も今お客様座られてたんですけども、まあ、ちょっとレグ足りないながらも合算が結構120分の1ぐらいかな。で、まあ、ビッグに打ちた出玉もついてたって感じで、まあ、大都機種中心に盛り上がりつつ、まあ、触れた通りジャグラーもベース高いのかなっていう感じと、マイジャグに何台かチャンスが落ちてるのかなっていう感じでございました。そして気になる私の収支結果なんですけども、投資がなんと150枚で、回収がこちらです。ドン、1604枚、大勝利。まあ、とりあえず目標は5000枚の台にみんなのトータル収支を乗せるっていうところが目標だったんで、この枚数を出して結果がどうなったのか。実践スタート前、4人の収支がプラス3997枚から始まりまして、私のこの収支をプラスしますと、トータル5人の収支がプラス5451枚。おめでとうございます。で、私がまあアンカーだったので、これでご褒美が何になるか決まりました。褒美こちら、ドン、多分この辺に出ると思う、伊豆箱根にお泊まり旅行決定です。やったー。まあ、前回の動画でですね、アンナが必勝ボーンライトの方を卒業したんですけれども、もちろんご褒美は5人で行きますし、アンナとはこれからも仲良くやっていきますので、ぜひその内容をですね、動画の方でアップしたりとか、まあ、必勝ボーンフレンズのツイッター、こちらですね、で随時多分更新していくと思いますので、そちらの方もアップされましたらぜひ皆さん見ていただけると嬉しいです。まあ、第1回目は終わったんですけども、今後ももしかしたらあるかもしれないので、そちらもお楽しみにしていてください。有終の美を飾った私もお疲れ様、みんなもお疲れ様、みんなで作ったこの動画、この番組とてもいいものになったと思います。それでは皆さん、またぜひ会えることを願って、ありがとうございました。バイバイ。